玄関に本当に〇〇を置いていたらすぐに捨てましょう。こんにちは、矢野慶三です。幸運スマイチャンネルへようこそ。今日はですね、開運、玄関に〇〇をですね置いている人は今すぐ捨てようという話をねしたいと思ってます。この玄関というのは、もちろんですね、外からエネルギーを取り入れる場所っていうのが、例えば風水とか火葬とか、まあ、そういった話ではよく出てくるんですけども、もちろん私もそうだと思いますし、それ以外にもですね、建築的に見ると、玄関っていうのはその家のね、やっぱり象徴になりやすいっていう側面があるんですよね。例えば、朝出て夕方帰ってくる時のあなたの気分とか意識とか感覚っていうのは玄関で決まることが多いっていうのがですね、これは私が研究している空間心理学からも分かっている感じなんですよね。で、それ以外にも、例えば来客してきた人が、わ、この家素敵ですねって思わせる第一印象も、実際玄関なんですよね。そういったことから考えても、この玄関っていうのは、いろんな意味で運を呼び込む、それこそ開運の要素がたくさん詰まっているんだということをね、知っていただきたいなと思います。ただこういう話をしだすと、玄関をね大切に扱っていない人も結構ね多いんですよね。そこでですね、今回私が、玄関でこれはね NG だっていうもの、とかですね、あとは改善した方がいいですよっていう内容を全部で5つにまとめてお伝えしたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。そしてこのタイミングでですね、チャンネル登録とグッドボタンの方も、忘れずに押しておいてください。よろしくお願いします。では内容に入っていきますけども、その前に、私は普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをしています。概要欄に詳しいこと書いてますので、興味がある方は一回概要欄から、内容を、ご覧ください。そしてですね、このタイミングでもう一つ、質問とか感想があったらですね、よかったらコメント欄にどしどしと、お寄せいただけたらなと思います。質問なんかいただいたら、その中からこれはと思うことは、動画にしてまたねお答えするような、こともしたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、これから、その1から話をしていこうと思います。まずその1としてですね、玄関に不要なものは置かないって話をしていこうと思うんですよね。例えば、昔の家なんかは多いんですけども、最近の家はさすがにここまでしていないかなと思いながら、これを見ながらドキッとする人もいるかも分かりませんが、昔の家の玄関ってよく冬に使う灯油とかですね、捨てようと思って束ねている新聞紙とか、よくわからない段ボールの箱などをね置いているような家が多かったんですけども、これって完全にまあ NG だというのは分かっていただけますよね。まずね、こういったものは絶対置かない方がいいですよっていうところからまあスタートしたいんですけども、じゃあですね、玄関に置いていいものは一体何だろうかということなんですけども、基本的に玄関に置いてもいいようなものっていうのはこれらなんですね。例えば靴とか乾いた傘、それ以外にも、側面に貼っている鏡とかですね、あとは、修理道具とかですね、そういったものも少し置いたりすることもいいですし、あとは出かけるときによく使うアウトドアグッズとかのものを置くっていうこともあったりすると思います。それ以外には観葉植物とか、あとはラッキーアイテムなんか置くのはね非常に良くなってくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、こういったものはですね全然置いていっていただいていいんじゃないかなというふうに思います。それに対して置いてはいけないものは何かっていう話をしたいと思うんです。これらを置いてたらね、すぐに、捨てるとか別の場所に置くということをやってもらいたいんですけども、それがこれらです。例えば、届いたばかりの郵便物とか、どこに置いたらいいかわからないかそのまま置いてるとか、新聞紙も、なんとなくそこに置きっぱなしにしているとか、あとはですね、履くことがない靴ですね。もう履くことがないんじゃないかなと思いながら、ずっと下駄箱に入れていたり、玄関のところに置いていたりする靴っていうのもこれはもう NG なんですよね。で、それ以外にも、濡れた傘を玄関にそのまま置くっていうのも良くないです。玄関がジメジメしている玄関っていうのが一番ね良くないんですよね。ですから濡れた傘はできれば、家の中とかどこかで傘を開いて乾かしてからまた、玄関の収納に戻すかいうようなことをねぜひねやってもらえたらなと思います。
それ以外にもあまり玄関でおすすめがないじゃないのが、造花関係とか、あと人形とかもなんですよね。これらはよく風水とか火葬とか共通してよく言われていることなんですよね。人形っていうのは本来入ってくるエネルギーを人形が吸い取っちゃうって話があったり、あと造花とかは基本的にはもう、生命を終えた状態のものなので、そういったものを玄関に置くとそのエネルギーに触れることであまりいいエネルギーが家の中に流れてこないというふうに、いう話もあったりします。この辺はね、確かめていただいた結果問題なければ全然問題ないと判断してもいいかもわかりませんけども、基本的にはこういうことがあるんですよということを知っておいてください。あとは最後にですね、玄関入って正面にある鏡っていうのも、良くないと言われています。それは本来入ってくるエネルギーを鏡で反射して外に出してしまうということがあるからと言われているんですね。ですから気をつけていただきたいのは、ここに書いているようなものは、玄関にはもう絶対置かないように気をつけるということを意識してみてください。はい、その時ですね、そしたらその2なんですけども、その2は、下駄箱の中の改善法についての話をしたいなと思います。というのも下駄箱っていうのは多くの上で残念ながら悪臭の元になっている可能性があるんですよね。これね、なかなか自分たちでは気づきにくいんですけども、来客した行った場合にその家の、下駄箱付近から匂いがするっていうような経験をしたことがある人も多いと思うんですよ。ですからそういったことも含めて、自分の反省も含めてぜひね、こういう匂いの元になっている可能性もあるかもって、思ってもらいたいなというふうに思います。特にですね、気をつけていただきたいのはこのあたりなんですね。履かなくなったような靴はね、置いておかずに捨てるということをしてください。どうしてもね、靴ちょっと破れたなとか、そういった状態になっても捨てないまま、下駄箱の中に入れてるような人たちもいるんですよね。でそういった靴はね、確実に、ありがとうございましたって言いながらちゃんと手放して捨てるということをやってみてください。あとは、壊れたものを、そのままにしてそこに置いとかないということもね、非常に大切なんですよね。玄関にやはりそういう壊れたものがあるっていうのは、玄関から入ってくるエネルギーをそこでなんかこう、不浄なものにしてしまう可能性があるというふうにして思っていただくといいのかなと思ったりするんですけども、これも気をつけてください。はい、でこれらのものをどうやって掃除するかということで、私が毎回お伝えしているのが1日10分掃除っていうのをやってくださいという話なんですよね。1日10分程度でしたら多くの人の場合が、掃除することができるんじゃないかなと思います。これをですね、1時間ぐらいかけて掃除をしようと思うとすごく億劫になったり、なかなか、重い、腰が上がらなかったりすることもあるんですけども、ぜひねこれらは意識してやってみてください。はい、そしてですね、基本的には中のものを一度全部出して必要なものとそうでないものに分けるということをね、やってもらいたいんですね。でその時に、一回物を出したら一回下駄箱の中の棚はきれいに一回拭くっていうことをしていただいて、その後はですね、必要なものだけを戻すっていうふうにしていただきたいと思ってます。正直ね、必要なもの以外は全部もう捨ててしまおうっていうぐらい断捨離をするぐらいの覚悟でぜひねやってもらいたいと思います。はい、そういうふうにしてですね、できるだけ物を減らして、できれば玄関収納の8割程度までしか物を置かないぐらいの意識でぎゅうぎゅうにしないというふうにしていただけるといいんじゃないかなと思います。これは理由としてはですね、どん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 詰めてもどこに何があるかわからなくなるぐらいまで詰めちゃう人が多くいるからなんですよね。ですから8割ぐらい入れるぐらいで、常にどこに何があって、そして全部使ってるものだという形で、収納するぐらいがちょうどバランスよく、下駄箱が使えるぐらいなので、ぜひね、普段から詰め気味の人はそれを意識してみてください。そしてその次、その3なんですけども、その3でお伝えしたいのは普段使いで気をつけたいことという話ですね。まずですね、使ってる靴以外は玄関に出さないように気をつけましょうということなんですね。普段履かない靴まで、玄関に置いてるような人たちもいたりするんですけども、これはね、ぜひねやめていただけたらなと思います。私とかが設計する場合とかはですね、よく、家族用玄関というのを別に、作って、そこに家族の靴を普通に並べるような形でしてですね、メイン玄関の方には靴を一足も出さないようにするっていうようなこともやったりするんですけども、例えば、これからね家を建てるっていう人はそういうことができるかも分かりませんが、今住んでる、すでに住んでる家とか、マンションとか含めて
もし普段から履かない靴を玄関に出している方は、すぐにこのね靴をしまうようにしてみてください。家によってはですね、夜になると出している靴全部一回下駄箱にしまう家もあるぐらいなんですね。それぐらい清潔感を保つっていうイメージを持つことが、普段使いでとても重要になってきます。はい、そしたらその時ですね、その4なんですけども、じゃあ、開運を引き寄せるために玄関をどう扱っていけばいいかって話をねしたいと思います。これいくつかあるので、最後まで聞いてくださいね。まず一つ目は、朝、掃き掃除をするということを、大切にしてもらいたいなと思います。毎朝、起きたらですね、同じぐらいの時間のルーティーンでできれば、玄関の掃き掃除っていうのはどうですかね、1分から2分ぐらいあればさーっと掃けるんじゃないでしょうか。ですから1日10分掃除するんであれば、毎朝1分から2分ぐらいは玄関の掃き掃除をしようというふうにしてやっていただけるといいんじゃないかなと思います。そしてその次はですね、お香やアロマなどで香り付けをねぜひねやってもらいたいなと思います。このね玄関が匂いがするのか、それともいい香りがするのか、これね運転の差なんですよね。ですから、自分たち家族では何も感じないと思ってても、来客者の人から見たらわすごい匂いがするとか、わいい香りがするっていうのでかなり印象が変わったりするので、ぜひねここはね本当に気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思います。お好きなアロマや、お香でいいと思いますね。ぜひねそれを毎日炊くようにして、そこに香りがしっかりつくまで、使ってみていただけたらなと思います。その次はですね、盛り塩をするというのもおすすめしたいなと思います。盛り塩っていうのはですね、外からいわゆる、邪気みたいなのが入ってくるのを、盛り塩で、結界を張ることで防ぐというような効果があると言われています。これは、いろんな飲食店なんかに行ってもですね、今でも、玄関先のところに盛り塩を置いているお店も多いと思うんですけども、かなりそういうふうにして、実際そうだと信じてやってる人も多い、内容なんですけども、昔から日本っていうのはいろんな儀式をするときにこのお塩っていうのはよく使われてるんですよね。お相撲でも、お相撲さんでもこう塩をまいたりとかすると思うんですけども、あれもねその場を清める一つの、儀式なんですよね。そういった意味でも、この日本人というのは特に、塩と共に生きてきたような文化があるので、よかったらこういう盛り塩をね試すっていうのもぜひねやっていただけたらなと思います。はい、そしてですね、ちょっとこれ私独特の考え方なんですけども、私は普段から家でですね、玄関に対して、家に対して、家ちゃん行ってきますねとか、家ちゃんただいまみたいな感じで、僕は家に名前を家ちゃんとつけてるんですけども、家にちゃんとただいまとか言ってあげるっていうのはですね、なんかねそこでこう気持ちが通い合うような感じがするんですよね。で、私は普段家づくりをやってる時とか、家づくりのセミナーをやってる時にも、今住んでる家に、家自体に行ってきますとただいまをねぜひね言ってあげてくださいねっていう風にして伝えてるんですけども、実際本当にそういう風にして切り替えてやった人が、なんかそこの家にいる居心地が良くなったとか、すごく眠りが深くなったっていう風なね話をしてくださる人もいるんですけども、これはね、ただでできますから、よかったら試してみてください。はい、ということでね、今日結構盛りだくさんだったかも分かりませんが、よかったらね1個でも実践して、まずね実感してもらえるといいんじゃないかなと思います。実感することであなたなりの、方法論がねまた見えてくると思いますので、その時にはまたねコメント欄にこうやったらこんな効果があったよとか、こんな効果が全くなかったっていうのもいいんですけど、全体的にそういうねコメントもらえると嬉しく思います。はい、ということで最後になりますけども、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録と、グッドボタンの方も、どうぞお願いしたいと思います。あとはですね、個人的にも、無料相談にですね、LINE で友達になっていただいた方にはお答えするようにしてますので、よかったら概要欄にある、LINE の友達の URL 貼ってますから、そこから友達申請をしていただいたら、質問ねしていただけたらまたお答えしようと思いますので、よかったらお気軽に友達申請をしてみてください。はい、ということで、そろそろ終わりますけども、今日一日があなたにとって素敵な一日にね本当になることをお祈りしつつ、今日の話を終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。